手動ですか？手動は手仕事のことを言います。手動がいいっていうのは手仕事がうまくできる人、手動が悪いっていうのはちょっと下手な人のことを言います。この蔵は元は150年前酒を作るために作ったようです。でもどんな酒を作ったかはもう誰も分かりません。でただの大きな倉庫だったんですけども、20年ぐらい前にお掃除をして、さて何を始めようかって考えた時に、そうだ岩泉の手どのいい人たちをここに呼ぼうっていうことで始めました。12年ぐらい前からこういう皆さんが集まることは始めました。ここに集まってくる皆さんとお話をして、そして昔の話を聞いたり、昔の道具を使ったり、昔の人の暮らしがよくわかる場所で、とてもいい場所です。機織り、それから毛糸紡ぎ、から陶芸の体験ができます。あとちっちゃなほうき作りもできます。あと木の皮を使ったかご作りもできます。土曜日はいつでも体験できます。平日はそうですね、予約をしていただければ大丈夫です。もうこのように広いですので、コンサートをしたり演劇をしたり映画会をしたり、どうぞ皆さん自由に使っていただければ嬉しいです。いつも思うんですけど、蔵には宝物があるってよく皆さん言いますけども、ここに集まってくる人たちが宝物だなっていつも思ってます。